1号艇は武田博樹。まだバック側ですが、一番内側1コースへと入っていきます。2コースが2号艇の藤田博人。前走地徳山では優出。今日はここ1回走りとなっています。3コースには3号艇の堤圭介。4コースが4号艇、峰竜太です。津の執念を制してこの地元凱旋となりました。さあ初戦どんな立ち回りを見せるか、角戦4コースは峰竜太。5コースが5号艇の武富智明、今日前走は逃げを決めています。6コースが6号艇の梶山亮斗。今日はホーム追い風のコンディションとなっています。若干の強弱がありますが、今も追い風方向に風がなびいて、予選競争第8レース枠なり進入3対3です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ダッシュの艇が勢いよく出ていきました。4号艇、5号艇、6号艇、さあ締めていきます。4号艇のミネがここはまくり先制で、その後ろ誰も届かずで、ここはあっさりとまくって抜け出しました。4号艇のミネ龍太、スタートは前提正常でした。2番手は2号艇の藤田が一歩リードで、その内側から3号艇の堤が上がっていく一周の2幕。まずは4号艇のミネ龍太、先取る3号艇の堤を差し込んで2号艇の藤田、2番手は2号艇の藤田がリードを取ります。離れて3番手が3号艇の堤、上位の体型4番、2番、3番でレースは2周目1幕。先頭でターンします4号艇の峰竜太、2番手で2号艇の藤田博人が回り、3番手には3号艇の堤圭介が続きます。上位の体型は4番、2番、3番で上位陣はすでに大きくばらけています。その後ろに6号艇梶山亮と、5号艇武富智明、1号艇武田博樹、先頭は4号艇の峰、そして2番手で2周2マークを回るのは2号艇の藤田、3番手3号艇の堤、上位体型は4番、2番、3番でこれより最終周回です。4コース角からスタートを決めて、ここはまくりを決めています。先頭は4号艇の峰です。そして2番手が2号艇の藤田、3番手3号艇の堤で最後のバックスレッジです。上位体型は4番、2番、3番で大きくばらけています。4、2、3の3連単のオッズは 22.6 倍を示しています。この後ドリームは1号艇で登場します。4号艇の峰竜太、2番手が2号艇藤田博人、3番手が3号艇の堤圭介。第8レースまもなくゴールです。4番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン。